はい、こんにちは、えー。前回に引き続きまして、えー、収入を得る、えー、収入の得方をちょっとご説明します。えー、前回4つお話ししました。えー、収入を得るには、まあ、雇われる。誰かには雇われる。人に雇われるのか、法人、えー、と会社に雇われるのかして収入を得ます。 そしてもう一つは、えー、雇われるのではなくて自分で事業をやると雇う側になるというふうにして、えー、自分で稼いで収入をやるということが一つですね。それともう一つ、えー、引きこもるこれは、えー、っと自分で何もせず誰かにお金をもらうなり養ってもらうなりして生きていく。 収入を得る、収入、うん、そうですね、生活の糧を得る、まあ、親御さんのところに行って、えー、親御さんから、えー、扶養してもらう、生活の面倒を見てもらう、あるいは女性なり男性なりに依存して、えー、養ってもらうというような手があります。で、4つ目、えー、 事業をやるる人のパトロンになるこの2つ目の事業をやる人たちが、えー、事業が順調でどんどん拡大していこうとなるとやっぱそれなりに揃えるものが多くなります揃えるものが、えー、多くなるとまあうーんそうですねそれを購入するための資金が必要になります資金需要が旺盛になります お金を借りるなり、お金を作らないといけないというような状況になります。で、それの資金を提供してあげる。で、その代わりに、事業がうまくいった、大きく設けた、拡大したということになると、分け前をもらう。利益が出た分の分け前をもらう。いわゆる株式でいうと、配当をもらう。 でそもそも株式の価値が上がれば、えー、その分が、えー、パトロンの人たちの利益になるということになりますいわゆるこの4つ目っていうのは、えー、そうですね投資家投資家の収入の得方となりますで、えー、と1番目の雇われるっていう 収入の相方っていうのは、えー、まあいわゆるサラリーマン、えー、そうですねビジネスマンサラリーマンの収入の相方ですビジネスマンというか、うん、サラリーマンですねで事業をやるこれは事業家ですねえー、まあ、えー、そうですねスタートアップからどんどん会社を大きくしてってで上場させてで 社会的に、あのー、認知された会社になるというような、えー、収入の得方がありますね。で、引きこもる。引きこもるに関してはもうそうですね、自分では何もせず、誰かから援助してもらう、養ってもらうというような収入の得方ですね。まあ、この4つが 収入の得方としてあの代表的なものとしてあるんじゃないかなというふうに思います。でどちらかというと、えっと、どちらかと,と言いますか、えー、主にこっちの4番目事業をやる人のパトロンになるいわゆる投資家になるという投資家になって収,、えっと、収入を得るという方のお話をしていきたいなと思います。 でえーまあ、さらに、いい点も、まあ、それぞれいい点、悪い点ってあるので、あの比較の意味でも、ですね、えーまあ、この事業をやることに関してでも、いい情報があればお話をしますし、雇われ人である、えー、雇われ人でいて、いい情報があるっていうことであれば、そのお話もしていきたいし、えー、引きこもる、まあ、これに関しての情報もあればですね、 あのずっととお話をしていいいきたいなと思います主にはこの4つ目、投資家、投資をして、えー、収入を得る、そちらの話をしていきたいなと思います。で、えー、そうですね、うんまあ、ここはごくごく一般的といいますかあの、就業人口のほとんどがここにいますね、雇われる。 どっかの企業に入ってどっかの会社に入ってどっかの親方のもで収入を得るというような生き方っていうのが生き方というか収入の得方というのがまあ大半を占めていると思います。で、えーまあ、最近こっちも多くなってきましたね引きこもるあの社会的な関わりを持つのが苦手だ嫌、えー、だ いうような人たちっていうのがあのこっちに行っちゃってるというような状況にあります。で、事業をやる人たちっていうのは、まあ、えー、最近スタートアップって言いますけれども、自分でこう、えー、事業を起こしてあの儲けそうなことをやって、えー、まあ上場を目指したりだとか、うん、えー、それで。 社会の流動性を高めていくというような役割を果たしています。で、えー、っとこっちに関してうんこの3つに関しては、まあ、なんとなくみんなわかるんじゃないかなとイメージつくのかなと思うんですけどもこっちの事業やる人のパドロンになるっていうことっていうのは投資家になるということなんですけれども。 まあ、いわゆる株式市場で、えー、と上場されてる、その株式株式市場の中に株式を公開する、上場する。株式市場というのがあって。で、ここに。えーと 自分の会社の株を公開する公開というのは広く一般に取引ができるようにするというのを公開するっていうんですけれども自分の会社の株式を公開するいわゆるそれが上場と言います株式市場に上場するこの市場に上げるという意味ですね 市場に上げるっていう意味なのかちょっとよくわからないんですけども上場すると一般的に言います。株式公開っていうんですね。自分の株式を世,あの世間一般に公開するという意味で株式を公開すると言います。でそれが上場と言いますね。で、えー、株式公開をして、えー、と資金調達をすると。こういう、えー、ある一定の市場のルールの中で 自由に資金調達をするというようなことでこういった事業会社っていうのは資金を得ますでえー、っと雇われ人というのは雇われるっていうような収入の得方っていうのはこの事業会社などに雇われてその労働の対価で収入を得る。 働いた分の価値働いた分の対価で収入を得ますでこの引きこもるっていうのは親なりまあ恋人というか、まあ、付き合ってる人 なんかからら援助してもらうと養ってもらったりして、えー、収入を得る、えー、生活をするというようなことですね。でこの投資家このパトロンになる投資家になるというのはこの、えー、市場でもってこのか上、えー、と株式市場でもってその株式を売ったり買ったりすることで この事業,事業会社公開している事業会社の、えー、と資金調達に、えー、寄与する資金調達のお手伝いをするというようなことをするわけですただしこの株式市場以外でもこの市場外でもこの事業,事業をやる人たちに、えー、お金を援助するっていうことは当然できます市場外でも 援助すするということはできます直接何かを買ってあげたりだとかいうことだって当然できるわけなので必ずしもこの株式市場の中で応援するというやり方だけではないです。ただある一定のルールのもとにおいて公明正大にその企業の応援ができるという場では株式市場っていうのは非常に えー、なんていうか整備されたあの透明なあの場であるということで何、えー、ていうか、まあ、そ,うそういう場が機能しているということになります。えっとまあえー、っとですね収入の得方っていうのは大体 分かっていただけたかと思いますそしてまあちょっともうちょっと後でお話ししようと思ってたんですけれども、えーまあ、株式ではないんですけれども、えー、今ある FX の会社に口座を開いてますでそこに残高 432円残高432円ありますでこの432円で、えー、と日経平均、えー、日経平均を日経平均の指数を売ったり買ったりしてみたいと思います残高432円ですね で今現在の値動きこれ日経平均の指数ですね指数を売ったり買ったりします指数の売買をします日経平均を売ったり買ったりしますまあ株の売ったり買ったりっていうのは例えばソニーだとか、えー、日本製鉄ですとかあの三菱 UFJ 銀行だとか三井住友銀行だとか まあ、いろんな上場してる会社があるんですけれどもそういった個別の会社の株式を売ったり買ったりするっていうのが、まあ、一般的に知られてることだと思うんですけれどもこういった日経225日経225っていう指数インデックスっていうんですけども指数を売ったり買ったりするっていうこともできます。 前回の動画でもお話ししましたけれども原油を売ったり買ったりするトウモロコシを売ったり買ったりするあるいは金を売ったり買ったりする銀を売ったり買ったりするそれのえっとですねいわゆる先物市場というのがあるんですけどもそれは指数を売ったり買ったりするという意味なんですねまたこれは改めて詳しくお話ししますけれども えっと今日はちょっとどういうことを売買、えー、でどういうことをするかっていうのをちょっと、えー、一瞬、えー、お目にかけたいなと思いますえー、っとこれは日経225なんですけれどもこれすんごく下がってますね今日。 これいくらだえー、っとですね、先週の金曜日の終値で2万3000、2万3200円ぐらいだったのが、まあ、今朝、2万2000、2万2900円ぐらいで寄りついて、今、2万2000、 500円、600円ぐらいのところ行ったり来たりしてます。すんごい下げてますね。すんごい下げてます。で、これをもう、どこで買うとか売るとかっていうのを全く関係なしに、これを買ってみたいと思います。とりあえず。えー、っと、今、残高が。 432円です。432円でも売ったり買ったりできます。これ実際に口座にあるお金です。自分のお金です。えー、っと、なりゆき注文っていって、あの買いますって言ったところでもうそのまま買っちゃう。買えたところが買い値になると。 いうようよな売り買いの仕方ですこれ今買おうと思ったら、えー、22,579円で買えます今これそのまま1ポイント分買います買えるあ買えました完了マイナス12円でスタートです えと買った買った位置がこの横横棒で示されますでこっから下がればマイナスになっていきますでこっ、えー、ここから上がっていけばプラスになるというような状況ですどこでもいいので売ったり買ったりする売ったり買ったりするっていうことはどういうことかっていうのをちょっと今日は見てもらいたいので、えー、ちょっとやってみました えっとここは出来高って言いまして、えー、っと売ったり買ったりする売買の量をここに示してあるわけです。これを見ると,、えー、っとその売り買いが過熱してるのかいや換算なのかっていうのが、まあ、さ寂しい状態なのかいや非常にこう盛り上がってる状況なのかっていうのがこれを出来高を見るとよく分かります。 あのすんごい暴落暴落っていいますかこれギャ,ップアギャップダウンっていって、えー、いわゆる窓を開けて下の方で寄りつくっていう状況なんですけれどもこういった時にはすんごく売っ、えー、ったり買ったりり買が大きいですね,お大きいですねこういう節目なところっていうのは、えー、加熱しますよね売ったり買ったりが。 値動きのなだらかな時には売ったり買ったりっていうのがすごく少なくなってますちょっと買ってみましたで今の状況どうなってるかというとマイナス22になりました、まあ、こういうふうにリアルタイムに自分の今の資産の状況っていうのが分かります これっていうのは、えー、と事業をやってると瞬、えー、瞬間瞬間に決算がでできてるようなもんですね、えーと。こういった株式ですとか金融,し金融商品のいいところっていうのは、えー、とその瞬間その瞬間で自分の、えー、と資産状況が瞬時にわかると瞬時にわかるというかリアルタイムにわかるっていうのが非常にありがたいというかメリット。 と,となります自分の資産が今100億あるのか1000億あるのかそれが999億になったのか99億になったのか,な,たのかなんていうのはすぐ分かっちゃいますね。事業会社っていうのはいちいち閉、まあ、め,めないと分かんないですよね。会社のキャッシュ、えー、っとキャ会社にどのくらいお金が残ってるのかだとか。 来月どのくらい支払いがあるのかっていうのはきちんと,えっと締めてみないと正確には分からないものです。予測はできますけれどもだいたい予測はできるんですけれども、まあ、例えばその四半期ごとの決算3か月に一遍の決算ですとか、まあ、半年に一遍のえっと半期の決算あるいは1年間を通してえっと年,年,次年次の決算で締めてみないと自分たちが えの収益っていうのはよくわかりません。金融商品とはこんなんです。今またマイナス十年に戻ってます。と、こういった値動きは市場が開いていれば、と価格が瞬時にえリアルタイムにわかります。 市場が休みのときには値、えー、動きはありません、当然。売買がありませんので。まあ、大体月曜日から金曜日のウィークで市場は動いてます。で、土曜とか日曜、で祝日がお休みとなります。市場は閉まってますので、値はつきません。ですから、非常に、えー、と株式ですとか金融商品を見てると、 えっとウィークで何と、うん、いうか土曜日とか日曜日に関しては、えー、っと早く月曜日にならないか、えー、っとそわそわしちゃうと、まあ、土日は何と、うん、いうか、えー、やることがなくて、うん、手持ち無沙汰だとかっていう気分になったりすることもありました。 まあちょっとこの講座はあの毎回動画をアップするときに見てもらうようにしますので、ちょっとこれからウォッチしていきたいなというふうに思います。じゃあ今日は以上で動画を終わります。じゃあ改めてまた、株式ですとかこういった指数金融商品の 売買、えー、の仕方っていうのも、えー、ちょっと解説していきたいなと思います、まあ、損をしないようなそうですね損をしづらいやり方というのをお教えしたいなというふうに思いますじゃあそれでは、えー、よろしければチャンネル登録でいい内容だなと思えばグッド評価よろしくお願いしますそんじゃ